こんにちは、イックです。ではでは、サガフロリマスター2日目レッド編のキグナス襲撃のところで詰んだって言ってたとこ、ちょっとあまりにもおかしかったので調べましたよ、攻略サイト一人ネタバレしない程度で。でね、こいつよく見るとキョロキョロしてんだよね。ステルス移動で行けと、見つからないように行けと、今だーっていうだけだったっていうね。なんとも甘抜き様子だったんでしょう。さて、新しいとこ、ここ確か会計室だったとこだったような。やっとくべきかどうか、まあいいか人いないし、まあいいか。ここ医務室だよね。あら、かわいい。戦おうかわいい。ちゃんとシンボルと見た目違うぞ。あと、なんかひたすら銃で撃とうとしてんだけど、なんかね、技覚えないね。エリスさん、こんにちは。もしかして進行ごとに剣の技覚えやすい、銃の技覚えやすいとかなんかあるんかな。なんか銃は戦闘後に覚える時があるっていうけど、全然来ないなーって。ヒューさんはずっとレーザーでぶっ放してもらう、ぶっ刺してもらう。暗闇変身の時間。ただこれ調べたんだけど、変身して倒すとなんかステータス上がらないんだってまあでもこっちなんか強いっぽいし、変身しよう。です。うん、当たらないらしい。お、キュピーン、ブライトナックル、ヒーロー技、おお強い。え、子役も与えたの、死なないのこいつ、何これ強いの、マジか。あ、やっと倒れた。たまにしれっと強いやつ紛れ込むのやめて。そう、として何もないわ医務室なんだから、ちょっと休憩とかあってもいいんじゃないな。ベッドで休ませろ本当もうきついね、難しいね、昔の RPG って難しいね、まあ、昔のゲーム全般。ここはただの客室だったような気が。うん、この図面はいいや、なんか毎回調べてしまうな。これはいいや。こっから一気に生きる範囲が広がったな。なんもなし。お、ユリアじゃん。まだ捕まっていない乗客がいたのね。ベンガー、おめえかよ、敵かよ。まんまと騙されましたよ。今敵3人いたけど、なんか1人ずつ戦わせてくれるの。優しい、優しいのどうなの。そしてこれ骨切りのやつだと、ロマサガみたいに打撃じゃないと取らないとかあったりするんだろうか。試しに剣で切ってみよう。弱っ、何これ、弱っ。一発で死んだよ。ボーンブレスト、多分装備品かな。そうだったそうだった。終わった後油断したあかんちゅうね。ゴースト、霊体剣的には遠いのか、攻撃物理が遠いのか。キュピーン、なぎ払い、オーソドックス24。やっぱ超硬いな。お、これは通る。トモカンさん、こんにちは。キーポイントから脱出しまして、ガンガン行きましょう。逃げらんわ、逃げられんわこれ退却ってすると敵が消える、ありがたや。なんかね、逃げ遅れた
お客さんがなんかねいるとかなんとか言ってんだけど、お、いた。厄介なことになりましたね。あの左のは確か主人公のアセルスだよね。お妻さんこんにちは。おとなしくしてるしかないよ。アセルス姉ちゃん、何知り合いなのこの二人。誰？やっぱそうだ、俺だよ。烈人？烈人？え、レッドって漢字で書くと烈人って書くの？次ポイントいっぱいあるから大変なの。そうなの。おこのぎレッド。はぁ。はぁ。レッド、レッドじゃなくて、レッド。あー、おこのぎ先生とこのレッドくんか。大きくなったな。全然わかんなかった。でも目のあたりなんか変わってない感じ。よく遊んでもらってたもんな。姉ちゃん全然変わってないよな。髪の色は緑じゃなかったけど、ちょっと待って、変だぞ。どう見ても高校生くらいだ。もう10年以上前の話だ。貴様一体何者だ。姉ちゃんって言ってたのにいきなり貴様っていう。待って、この方は本当にアセルス様です。複雑な事情があって十数年も年を取らずに眠り続けていたのです。そんな眠り姫みたいな話を信じろっていうのかい。ヒューズさん、今はそんな話をする場合じゃないだろう。俺はパトロールのヒューズ。ここでじっとしているように。どこへ行くの？キングダスを取り戻すんだ。私たちも行くわ。レッド君を放っておけない。映画やドラマじゃない、実践なんだ。私も戦える。わかったよ、一緒に行こう。誰にだって人に言えない秘密があるもんだよな。変身できちゃうもんね。おこのぎレッドですわ。レッドしなくてレッドですわ。やっとこれで4人パーティー。長かった。アセルスは汎用なのよね。あ、術ポイントあるってことは術も覚えてるってこと。ステータス的には術師的なステータスだね。実は妖魔の剣、妖魔の剣、うん、妖魔族はややこしい。白バラ、頭がバラバラ。この人も術師タイプ的なあれだね、ステータスだね。安心の4人パーティーやってきました。いろいろとじろじろ見ましょう。見ましょう。セルスは魔法も剣もできる魔法剣士的な感じで考えればいいのかな。なんか妖魔族成長しようと思うと妖魔の剣、妖魔の装備いや技使って敵を倒さないといけないとか、なんかややこしい。それで倒して剣に憑依させてうんちゃらかんちゃら、ややこしいや。で白バラは術オンリー、魅了したり幻獣召喚、へえかっこいい。ヒール回復技、あ、敵を消滅させる魔法もある。で妖魔の剣、お二人は妖魔族。達人について、あ、トロフィーゲット、技ポイント達人。ってことは白バラさんも最初からも達人の域に達している。6つ以上装備すると達人になります。うん、まあロマサガにもあったやつだね。と言っても今何かあったっけ。今主人公が6つか、6つだわ。なんでさっきのタイミングで出てきたのか。なんでさっきの白バラ見てるタイミングで出てきたのか謎だな。で装備、装備ん、木陰のローブって使えるんだ。これ使うと HP 回復、使ったらなくなるとかないよね。あ、出たファイナルストライク、出た。使ったら武器がぶっ壊れるファイナルストライク。火
回復魔法あるだけでもだいぶ楽になってくるねこれね。セーブー。あとはちょっと宿屋的な癒しのポイントが欲しいな。技ポイント回復する場所がないよ。ブリッジに向かおう。ブリッジどこだったっけっていう上になってしまうかな。あ、こっちはなんか違うな。これは違うな。ぐるぐる回ってる。上、うん、こっち。片っ端から、ん、なんか出てきた。容赦なく入る。お、もう一人。あれ、あんたがやったのかい。強いね。ちょっと協力してもらえるかな。関わりないな、興味ないね、関係ないねみたいなクラウドっぽい感じの。シップは置かなきゃ困るだろ。そうだな、分かった。俺はヒューズ、こいつはレッドって言うんだ。あんたは？やはりやめた。なんなの。ちょっと個性強いな。なんでだよ、本当になんでだよ。貴様は名前が気に食わ、ひどい。名前が気に食わないからやめた。ひどい、ひどい。早く出ていけ、ひどい。これ ブルーさんなのかな。でもちょっと違うような。アカン嫌いなのかな。そんな感じがするね、なんかね。ってなるとやっぱりブルーなんかな、この人。あ、ブルーなんだやっぱり。赤と青は相入れないのか。なんだよもう。まあ、そういうちょっと薬と笑える様子を入れていくのは面白いよね。ここにつながってた。あ、でも一匹、一匹ならなんとかなるかも。あのツインポイントの敵なんだけど、一匹ずつならなんとかなるのかな。投げ払い投げ払いでなんか連携とかなるんかな。とりあえず剣に来たか。キュピーン、稲妻突き。おお、強え。270払いソード。お、ヒューさんと連携した。これ連携で4人じゃないとならないんだね。2人の時散々あの技をやったんだけど全然連携にならなかったもん。あと技ポイント回復できるポイントがあればもうちょっといろいろ試すんだけどな。10と10でなんかならんかな。何もならんかったわ。飛燕剣またひらめいた。ちょっとアスルスさん結構ひらめきまくるね。気が強いからガンガン上がる。お、新たな銃の技を覚えた。やっと地上走射、すなわち乱射。あ、ここの敵いなくなった。やっと安全に行けるわ。セーブセーブ、間違えた。セーブセーブ。やっと安全地帯になった。ってことはここがブリッジ方面。ちょっと他に行ってないとこない？なんかまた誰かいるかもしれない。お、また誰かいた。ほう、前が乗ってるとはな。ルーファス、腕利きパトロールが何をしている。さっさと尻尾を取り戻せ。今やってるところだ。どうだ、協力しないか。釣りが奴らに捕まったようだ。釣れ、さっきのブルーかな。協力させてもらおう。お、仲間仲間。
仲間、仲間、君はレッドだ。よろしく頼むよレッド君。あ、今度普通に入った。さっきのブルーは何だったのか。本庁もおっさん同士に勝手に話進めるなよ。まあそう言うなよ、結構使えるやつだぜ。まあおかげで仲間になったしね。仲間さらに増えた。そうか、こっちはサガフロアは5人パーティーだね、最大で。チーム切り替えてうんちらかんちらとかあるけど、そういえばそうだったね。いや、だったねじゃない。説明書にはそうだったねっていう。ルーファス、この人は人間族、集中力が高いけど、まあ、戦士系、あ、防御力も高め、盾としていけますよって感じ。っていうか防具もめちゃくちゃいいの持ってない、なんか剥ぎ取れ剥ぎ取れ。このルーファスとかさ、警察の方々なんかこのイベント終わったら脱落しそうで、いなくなりそうで。サムライソードとか持ってるし、ちょっとなんか、銃を入れ替えようかな、どうしようかな。でも弾数が増えるだけでそんなに攻撃力変わんないか。剣、剣を入れ替えようっと。あと盾がいつの間にか持ってた。これはマシンコンつけとくべきでしょ。でこれバックパックって装備しとけば、他の回復アイテム装備しなくても引き出せるよってことなんかな。いまいちこの辺のシステムがよく分かっていない。防弾ベストもらっちゃおうかな。あ、そうそう、さっきボーンブレストも入手したんだけど、うんとね、あ、防護服と入れ替え、あれ、ダメダメ、これダメダメなの。あ、これ全身鎧扱いか。あ、こっち側か、ジャンプスーツか、全身鎧扱いか。じゃあ弱い方に。弱い方に。白バラがちょっと鎧オンリーなので、なんか靴とかあかんわ、あかんわ。こんなもんかなかな。分かってるような分かってないような。これでとりあえず行けるとこ全部行ったかな。あ、技見るの忘れた。巻き打ち精密シャンギ全体シャンギ、なんか中二病臭い名前の術語並んでいる。カツコっていうのかな、呪縛とか。なんか魔法の系統もいろいろあるっぽいね。自己回復系と相手をデバフ効果する。まあ、ルーファーさんちょっと見た目がね、サングラスだしね、ロン毛だしね、決めてますね。ぜひともちょっと警察の方々っていうか、うちの今入ってるパーティーメンバー全員外れないでほしい。今一時的に仲間になってる感じがめっちゃするんだよね。おい、こんなところから行ったら狙い撃ちだぜ。他に通路はないのかよ。この下にも非常用通路がある。でもドライブ中ここしか使えない。強行突入かよ、やばすぎるぜ。いや、下の通路で行けるかもしれない。ホークが短時間なら尻尾の外に出られるって言ってた。ちょっと待てよ、混沌に飲み込まれるのごめんだぜ。混沌に飲み込まれる。まだ敵の弾の方がマシだ。俺にも難しいことは分からないけど、ギグナスの周りにはリージョンのようなフィールドが張られてるんだ。そのフィールドがキグナスを混沌から守ってるらしい。混沌ってなんかやばいあれじゃないか。混沌って、あ、そういえば世界の意味だったっけ。この世界混沌って言うんですっていう名前だったっけ。そういえば分かったよ、突っ走りゃいいんだろ。
西武賞、西武賞、間違えた、西武賞。突っ走るでいいのかな、やっちまいな、いきなりいきなり。なんか可愛い機械がくっついてみちゃう感じや。飛んでヒールなんてやかんてやるのはなんとのことやら。セリフ勝手に飛ばすのやめて、援護しなきゃ多いな。ちょっと何回攻撃すんねん、マジで。カモフックガンファイター3人ってことか。カモの見た目可愛いんだけど連続攻撃はやらしいね。なかなか機械だから真人かもしれないんだろうしな。カモフックは機械じゃないんだろうけど、まず機械をなんとかしないといけないね。そしてここに来るまで回復ポイント一切なかったね。なんというシビア。とりあえず巻き打ちでガンファイターをやっちゃおうね。対空攻撃ってジャンルがあるんだね。これ今飛んでるやついないからこれはいらないか。稲妻でガンファイターして幻獣召喚ちょっとやってみようか。うん、敵に攻撃するだけなのね。なんかパーティーメンバー増えるんかと思ったけど。でさっきのルーファス全体攻撃、痛い、水鉄砲痛い。いきなり死んだ。ちゃった。お、氷召喚、昔の鬼畜よね。ほんとね、レールガンそんなもん室内で撃つなし。カムフックの攻撃がやたらめったら痛いね。200ってこっちはサイレン HP 上回る攻撃やめてよ。カムフックの攻撃耐えられるの9さんしかいないよ、無理だよ。そして全体攻撃ボー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 、勝てる気がしねえ。勝てる気がしねえ。そしてバックパック装備しても他のパーティーメンバーがアイテム使えるわけではなかった。バックパックの意味って何？とりあえずもう一度戦ってみる。あ、今度は回復技あるからこれでちょっと進行を直しましょう。もうたくさんこっちワン。いきなりチンゲリ印象なのはボス戦がねちょっとね。火力やばいっす。全体射撃してもらおうかな。あ、でもうーん、いや、なんとかなるか、なんとかならんわ、次で死ぬわ。この水鉄砲がめちゃくちゃ痛いんだよ。もう稲妻ソード連携、回復よー。回復が全くまた追いつきません。これで死ぬ、バタ、死亡者2名、バタ。勝てないねこれね、無理だね。まだガンファイター1匹も仕留められてないよ、無理だね、ダメだね、回復追いつかね。積みポイントまた来たよ。せめて死ぬ前にファシネーション無用がカモフックに効くのかだけやってみよう。くちばしで244、なんやねん、威力やばすぎでしょ。効く、あ、効くんだ。そしてさようなら。次でちょっと戦法変える。今はこのまま死ぬしかない。はい。はい、
必殺技使えないのよ、変身できないから今。座ってよっか、とりあえず。ここはずっといるからここで育てましょう。倍速でガガガ行きましょう、ガガ行きましょう。あんまり戦闘しすぎると敵が強くなって良くないよとは書いてあったけど、今はやるしかない。またしばらくちょっと育てるターンが、育てるお時間がやってまいりました。これであれだよ、回復ポイントないんだぜっていう。難しいね、きついね。今勝てないからね、やっぱ育てるしかないよね。傷薬手に入れた、これで3個。今スマッシュ覚えたぞ、ひらめいたぞ。なんかアセルス結構技をひらめくね、すごいね。主人公のデッドエルもひらめいてるんですけど。やっぱキャラの覚える適性ってあるんかな。武器あんまこっちの銃の方をなかなか覚えないしね。体術やらしてみろ。RPG はね、育てるの大事よね。このゲームレベルアップ制ではないんだけど、戦闘終了後に成長するかどうかはまあちょっとランダム要素も入ってくるけど、レッド君鈍感です、困ります。うわ3匹バタバタしてる、退却。敵1匹の時にサクサクと行きたいなと思って、そして警察組の2人が新しい技ひらめかないね。ヒューズとルーファウス、やっぱ銃でもヒューズさんずっと銃撃ってる。あれはあれか、固有技撃ってるからか。てか強制的にこれになっちゃうよ。ハンドブラスターの基本技ってこのブラスターなんだろうか。ルーファースはちょっと銃に切り替えてみましょう、なんか覚えるかも。初憑依、あ、なんか憑依したっぽい。妖魔の武器に憑魔したっぽい。妖魔のコテを手に入れた、ウィー。確認する前に逃げろ。戦闘終わったら体力は回復するけど、あの LP って書いてあるライフポイントはそのままなのよね。これが全部なくなるとルマサガ3だと死亡ってなったけど、こっちだと死亡はしないらしい、混沌状態になるらしい。その状態になったらどうなんだろう。
宿屋行けば治るってことなのかな。ロマサガ3だと死亡して以降出てこなくなるっていうすごい設定だったんだけど。使い続けてレベルアップではないのよ。そういうシステムではないのよ。熟練度がうんたらではないんだよね。これ何が表示したってなんか見れる項目ないのかな。ああ、あるあるある、あった。プリクタス表一をシューバラさんの剣、ニードルを使用できる、敵の技を使用できる。でいつの間にかコテモンをゲットした。ハンドブラスター銃火器なので銃の武器じゃないと。あ、そういうこと。銃火器カテゴリーなのこれ。ずっとハンドブラスター使ってても何もひらめかないってことこれ。かといってパンチやらせるのもなんか違うしな。あ、そうだそうだ、レッド君ちょっと銃あんま覚えないのでこれをあげるか。ヒューズさんにあげましょう。であげた瞬間ヒューズさん抜けたら困るんだけどね。このイベント終わった後抜けられたら困るんだけどね。でこのバックパックの意味ってなんやねんマジで。ちょっと確認。あ、そういうことか。装備してないやつもレッドだけが自由に使える、バックパック装備してキャラが使えるっていう、そういうことか。ニードル、おばさポイントゼロ。早速ゲームやって2時間でやっと分かったバックパックの意味が。このゲーム対峙図ってどうなんでしょう。将来的に強いの覚えるんかな。ロマサガ3とかだと結構最終的に強い技を覚えたりでもしたんだけど。やっぱヒーロー的に拳で戦ってなんぼなんだろうかな。しかしあれだな、ヨーマのブーばっか使ってると新しく憑依するうんたらがないな。今度はコテの方でなんかこう吸い込みできないかな。おお、早速早速。確認させろ。これ妖魔のブグで倒すために入れ替わるってことだよね、中の憑依するやつ。ちょっと先の確認したいから。水撃がくっついてる、吹き出すプッシュ効果。なんか敵の陣形も中でいろいろいじれるっぽいけど、今ちょっと待って、パンチ。パンチ弱いのはないからなのね。能力値ボーナスさっき見てなかったけどこれも上がるよね、妖魔族の方々。あとはアセルスの方にもなんかこう妖魔の剣でくっつけたいところではあるね。多分あ、なんか後ろ見られないやつがいる。狙ったやつを共有させようと思ったら HP をちょっとちゃんと把握して、でみんなで削ってみたいな、なんか言いそうだけど、そのそれ大変そうだね。妖魔か、なんか変わった。髪が逆だったよ、色も変わったよ、強くなったっぽい。妖魔の剣で相手が相手を吸収できるとそういう効果あるのね。
妖魔化したけど妖魔の剣は憑依してないっぽい。アセルスだけちょっと、あ、違うなね。そしてルーファスさん覚えた地上奏者、コテを手に入れた。ちょっと見さしてよ。敵密集しようとメニュー画面開く余裕が全然ないな。妖魔化はするけど、そっからさらにブグで攻撃しないと憑依してくれない。これ子供がやろうとしたら難しいよね、正直。まあ選ぶ主人公によっては簡単なのもいるらしいんだけど、一応このレッドも簡単な部類に入るらしい、一応。あれ、さっきルーファーさん新しいの覚えたってなったけど並ばないな。セットしないとダメなのかな。うん、覚えた地上勝者、口が回らない。ヒューさんも覚えた。おーっと、なんか違うやつが出てきたぞ。敵のランク上がったぞ。ワンダードギーとガンフィッシュ。お魚さんから先に。妖魔か。ん？妖魔の剣ってなんかたまに即死効果あるっぽい。妖魔族強すぎね。雑魚戦に対してもめちゃくちゃ強すぎね。初めての敵を一発で今葬ったよ。でアセルスの方に憑依させようと思って2ターンかかるのがなかなか難しいわね。地上奏者こっから持ってこないとダメなんだね。まあスタン効果だけだから、まあでもしょうがないんだけど、まあ一応一応。なんか同じ系統の技並べた方が覚えやすいとかなんとかかんとか言ったような、あったような。これルマサガみたいになんかこう、なんかあれなんだっけ、出てこない。他のキャラクターの技を別のキャラクターに移植する的なのできないんだね。なんか奥義を覚えて、奥義じゃないな、なんだっけ、極意を覚えて的なものはこっちにないのかな。とりあえず一旦セーブしちゃった。うん、敵のランクが確実に上がっている。極意自体がないから本人がひれまかないといけない。あららら、そういうシステムなのね。妖魔か、つえ。妖魔族つえ。妖魔のブグ使うと即死のもやばいっすわ。いかに序盤の人間の悲劇なことか。バカ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 。こいつタフなんだよね。よく見たあの先のボスの子供、カモノハシっぽいんだけど。気のせいかな。なんか新しい技とか覚えないかな。
さり。さっきのあれは何だったのか。人数多いって圧倒的有利だよね。とりあえずこの状態でちょっとボス戦行ってみようか。ここじゃなくて毎回間違える。妖魔の剣についてるのが変わってるマッドアクス。でも総合的な能力値ボーナスこっちの方がでかいな。これサガフロ極めようとするとものすごいデータの量やばそうね。当時の攻略本とかすごい分厚そうね。これでは、あ、ちょっと待って、他のキャラにもちょっと回復アイテムを何個か持たせた方がいいよね。ヒューズさんに傷薬、一番 HP 高いからちょっと生命線として頑張ってもらおう。あとルーファスにもちょっと持たして、こんなもんかな。ジャガーさんこんにちは。さっきボス戦でボコボコされたのでもう一回チャレンジ。解体新書、そうそう、昔は解体新書っていう分厚いのあったんだよね、攻略本。早くも後ろ二人がピンチ、 HP 的にピンチ。3回行動やばいよ。3回行動っていうか、まあ敵が3体いるだけなんだけど強えよ。サガフロ初見、おお、私も初シリーズ初でやっとりますけども、めちゃくちゃ苦戦しとります。で、カモが確か魅了されるのでちょっと魅了してもらいましょう。魅了状態ってなんか攻撃すると解かれちゃうんかな。そういえばこのゲームってどうなんだろう。あとはそうだな、物理で殴れ。また一発で死ぬ。ミス、さっき成功したじゃない。成功率低いのさっき偶然引き当てたってだけ。ブラスター撃ち、連携550。倒れねえ。倒れねえ。死亡者もう一名増えた。さっきよりも状況悪いぞ。さっきよりも状況悪いってどういうことや。育ててきたのに、育ててきたのに。この枯渇のローブって使ったら消えてしまうんだろうか。あの、消えるときはちゃんと武器消失って書いてあるから大丈夫か。マキイベントで使っていいぐらいのヤバさ。あ、なんかまたこれ回避手段があるってことかな、これ。前の積みポイントでもなんかマキイベントかっていう、まあマキイベントだったけど、死にまくったもんね。なんか別のまた方法があるっぽいね、なんか。とりあえず今はちょっと適当にやるしかない。多少悪あがきはしましょう。440。 やっぱこれおかしいわ。戦ったらいけないやつな気がする。負けてやってんですやーって言われじゃなくてね。やっぱこれ負けイベントだな。全滅するけど明らかに敵の強さおかしすぎるよね、これ。なんか別の何かがあるはず。とりあえず今はもう全滅するよ、とりあえず。全滅するよ。倒さないといけないけど、なんか別の
何かがあるんだと思う多分。なんかさっきレッドとヒューズの話したやつがなんかヒントなんだろうけど、チートな敵だね本当に。やっぱなんか別の別の何かなんだよとにかくというわけでロード、ブリッジから別ルート行く方法ってどこだったっけ。負けたからこれ先に進むではなくゲームオーバーなんだよね。昔のゲーム容赦ないちゃんと正解のルート引き当てろよっていう。あ、こっち行けないわ。さっきのレッドとヒューズの会話がなんかのあれなんだよ。こいつは化けてるの、またこいつに化けてんのかい。ブリッジグルートがなんかそういえば別にあった気がすんだけど、もうエリスさん2周目も突入してる、すごい。倒してイベントする感じで、イベントするの間違いない、倒すの間違いない。1周目だと結構傷さです、です。ここはただの部屋だしな。やっぱ今みたいにエリスさんも真正面から向かっていった。あ、準備いかれた、行くぜよっしゃここだ、うおー、ここだー、あーれーそこでちょっと待って速攻で終わるんだけどなんかせめてゲームオーバーって表示が欲しいな。なんかあっさり終わる超あっさり終わるもう噛んだわ本当もうあっさり死にすぎ、終わりすぎ今ダッシュしてたんだけどね、おかしいなおかしいな、ダッシュしてたんだけどなちょっとここでセーブしましょう。ここでもう笑いすぎて涙出てきた、ちょっと待って涙拭くね、ちょっと待ってね。はい、準備いくぜ突然終わるゲーム好きですね、偶然です偶然です。うおー、ダッシュダッシュ、多いやん、でもなんか引っかかる、ここ今普通に走ってたんだけどなんか途中で引っかかって下の方行こうとするとパーって流される感2回目感、強風が激しすぎるぜ、うおー、とにかく下、斜め下、斜め下なんで左斜め下に入力してるんだけど流されないように、なんでなんで、4回目いたあ、これでちょっと流れ変わったね、パチパチ、ありがとうやっといた。でもここで死んだらまたさっきのゲームをまた何回もしないといけないという台風並み、いやもうそれ以上の強風だと思う、あれはブーツの積み込みはまだ終わらないのかい、もう少しです、おかしら、こっそり登場、パトロールだ、全員動くな、こいつはどっか暴いて出たんだい、やっちまいな、途中でしょ、やっちまいな。お、ガンファイターがいなくなったこいつだけなんだけど、強いのは間違いないよね、一発で攻撃なんか400とか食らうんですけど、どういうことどういうこと、まあやるしかない、
妖魔族はボス戦では妖魔の武器あんまり意味がないのがちょっと悲しいね。そしてまた魅了するか挑戦、フルバッコンにしやりな。おいよ、精密射撃の方がいいかな。このキリン、カモノハシだと思う。カモフックって書いてあるし、キリンじゃないよ。あ、一応妖魔化はできる方法。あ、ダメージ量が減ってる。さっきより弱くなってるよ。魅了しなーい。あ、もう息絶え絶えな感じ、もうハーハーしてる感じ。何、弱い弱い。ドヤ顔しだす。ただちょっと仲間が死にそうになってるのがね。回復はしときましょう。やめて、似合うのやめて。あー危ない。払いソード連携。とりあえず復活。ぶっ殺せこれ。びっくらしておくれだわ、ほんと。ぶっ殺ばさんだわ。後の術はちょっとゲームの一撃じゃないと攻撃効かなさそうね。ブス、柔らかそうなお腹にブス。なんか塩辛ばっか狙われるのなんで。お、ゲームの精密射撃、謎の連携。あ、なんかユニコーン召喚した。943、生きてる。ちょっと超タフ。フック船長的な、そうそうそう、カモフック。なんかハーハー知るように見えたのは気のせい、ただのそのポーズだわ、なんでもないわ。もう一回連携狙っていこうかな。ドクター、あ、吸収して終了。やられたかも、下っ端かも。え、増えてる。増えてる。終わらんのかい。パチパチありがとう言いたいところなんだけど、まだ終わらない。まだ続くの。とりあえず毒がやばいので回復するでしょう。これこそ、今こそパラライザーで全員麻痺ってくれればラッキー。そしてカモの橋のカモフック船長の攻撃、ヒートスマッシュ見せていきますね。というかそんな風な難易度になってしまってる。で全体、いや地上走者でスタンのがいいかな。ちょっと待って、今の攻撃効かないってどういうこと。マヒレー2体効いた。スタンはするけど相手の方が行動早いからあんま意味ないか。そうだな。あ、後衛の方にマヒの効果届いてない。前衛からやっていくしか。ブラスターでちょっとライン攻撃、今こそ並んでるし。もっかい、もっかいヒートスマッシュ。あとは回復。で地道に精密射撃していこうかな。おお、入った入った。さっき敵ガードしてたっぽいね。ライン攻撃やっとできた。そして一匹撃破。前衛のやつをちょっと、前衛のやつを やりたいな。麻痺から復活。もうポイントがない。
あとはもうボッカボッカ、さすがにこれ倒したらもう終わるでしょ。技ポイントとか実ポイントとかも一気に気にせずいっちゃった方がいいよね。の前に回復。トロフィーゲット、技を極めし者って出てきたよ。カツノ来なければ勝てる。確かにそれは間違いない。それは間違いないわ。ここなら流されないぜっていうね。クライム状態だから当たらない。ヒューさん結構クライム状態になるね。困ったさんだな。あれ、ヒューズさんに確か傷薬も渡した気がするんだけど、あれ使い切ったっけ。あれないな。んー、とりあえずもう一回パラライサーしとこうと。当たればラッキー。チョーンパー、なんか食らってる。特に状態上級ではないのね。違うのね。お、なんか今2回来たよ。どういうこと。そしてまひらない。地味にピンチ。傷薬使うしか。このブラスターをこう並ぶように打ちたいんだけど今できないな。もう一回も開かないかな。しつこく敵の体力がね高いよね。岩が頭こっつんか。まひらねー。ほんともこっちも回復が自利品になってきた感じもちょっとあるね。とりあえず進行しにかけなのでもう一回回復。でも暗闇状態ってこれ時間経過で治ったりしないのかな。てか狙ってる敵はなんかバラバラになってんな。こっちこっち緊迫してきましたね。なかなか倒れませんね。お、やっと残り1匹、やっと残り1匹。ほんと回復魔法使えるキャラいるだけでもだいぶ違うわ。ずーっとむずいね、そうなの。ずーっとむずい。当たったー、やっと当たった。あとはもう攻撃ガンガンでなんとかなるかなー。あ、岩間の武具違うの取っちゃった。岩井の取っちゃった。しゃあない。あとはもう攻撃でガンガン行く。なんか連携が出るかもしれない。おお、その前に終わった。いやー大変だったー。パチパチパチありがとう。レッド編の積みポイントのイベントやっと終わったね。コットンシャツ手に入れた。ボスが逃げた。追うぞ。ピュー。気が休まらんの。ホンダの逃げられちまったな。地味にも奪われて証拠は消滅だ。あとはあのパイレーツをとっ捕まえて吐かせるしかない。ヒューズ、あれはなんだ。ガシャン、ウィーン。唐突。
敵襲の攻撃早えな。ヒューンチュドーン。ブラックレイ実在するのか。あの海賊船を今チュドーンとやってくれたということか。こっち狙ってきたんかと思った。びっくりした。柿崎 マクロスじゃないから。マクロスじゃないから。ブラッククロスの戦闘シップ、キャンベルとブラッククロス。なんかでかい猫飼ってますけど、潜らせろ潜らせろ。あー大変だ、ダンダマセーブー。あ、一気に仲間がいない。一気に消えたよ。ちょっと もちろん装備はもうそのまま持っていくよね。ですよね、ですよね。ないね。ヒューズさんに渡した傷薬、傷薬 傷薬どこで買えるんだよ。みんなだけで打ち上げしてますね。そんな孤独感を今味わっております。 孤独の一句となってしまったよ。またしてもいいもん、ユリアがいるもん。といってもあの子あんまり出てこないな、なんか。 結局この捕まってる時一体どこにいたんだ。ユリアいたと思ったら敵が変装してるだけだったし。もしかしさっき襲撃されるときユリアは捕まってグエーなことされていたのかっていう感じになってしまうんだけど。 ユリアどこだよ。あー間違えた。本当にユリアいないんだけど、もしかしてそのまましれっと誘拐されてない？なわけない。 誘拐されて、でさっきの攻撃でチュドーンってなったわけないよね。さすがに。さすがにそれはないよね。グエン展開まであるとはただの想像です。 ただの想像です。あの時ユリアがどうしていたのか一切説明がないからさ、どんなんなんかなって。で、今平和になったこの辺りでちょっと、ユリアどこなの。異常発見、特殊な、それ以上言うな。絶対喋るなよ。もし喋ったらお前をぶっ壊す。俺のそばから離れるな。離れたらぶっ壊す。と、急にどうした。 急にどうした。命令内容が不正ですが、私も壊されたくはありません。命令従います。仲間になったー。唐突ー。唐突。 勝手に客室入りたいな、ヒヒヒ。夜にちょっとヒヒヒ呼ばれしてみたいな。ヤンデレすぎて。 ほんと唐突だわ。今までこの奇遇の襲撃イベント送るまではこの人に喋っても、人じゃない、このロボットに喋っても異常ありませんっていうだけで何もなかったんだけど、唐突に仲間になった。初めてのロボット、知力と集中力が高い。ロボットわからん。わ からん。変身見られてたからデータに残ってた的な感じの会話っぽいね。どっかで見ていたのかな、これ。睡眠フラッシュ。BNT によって装備枠増減。ロボ系はややこしの。圧縮レーザー砲、医療パック、メカニカルバディ。これ治療って書いてあるけど、人間も治療してくれるんかな。そしてこの辺の空いてる枠いっぱいあるんだけど、ここは傷癖も出したら使えるんかな。そして防弾ベストとか着る意味あるんだろうか。ロボットはロボットしか意味がないような。難しい。さっきの襲撃でも仲間にできた。え、そうなの？え、ここ入ったけどいなかったよ。この部屋入ったけど。共に戦おう。 そんな感じで急にパッとやった。
集金時いなかったようなんで、この部屋入ったよちゃんと。別の部屋にいたってことなのね。給料遅れ、ご苦労さん。チャリーン、1621円、やっと1000円超えた。とりあえず孤独の旅ではなかった、なくなったね。でユリアどこだよ。相変わらず船の中把握しきれてないマン。何回ぐるぐるしてんだっていう。おかしいな、ユリアってヒロインのはずなんだけど、影薄すぎない、登場少なすぎない、ちょっと。なんだレッドが邪魔するなよって言われたんだけど、命の恩人なんですけども、その態度ひどくない。そしてユリアはいない。なぜだ、こっちか、この下か。いないな。愛しのユリアいないよ、本当いないよ。あの子もヒロインではないってことなのかな。あまりにも登場しなさすぎて、いなすぎて、いなささすぎて。所詮モブってこと、仲間にならない奴は所詮モブってこと。次やったらユリアもぶっ壊すって説得してそばにさせましょう。脅迫それ。しかも女性に対してぶっ壊すってちょっと意味深な感じがする。ちょっとセクシーな意味深な感じがする。というわけでユリアは行方不明です。多分グヘヘサイでちょっとマイチングなんでしょう。早くしろよ。ちょっと東北船長もそういえばずっとここにいてあれだね。でかい口叩くわね、でかい口叩くわね、ほんとね。にっこり。コメントの顔でにっこり。やっぱこういうグラフィックがそんなに綺麗じゃないっていうか、リアルじゃないゲームだといろいろ想像膨らんじゃうよねってね。では別の世界へレッツゴー。ユリアは置いてきた、どこかに。クーロン、あ、これなんか地下マーケットみたいな、そんな感じがするね。ブラックマーケットみたいな。レッドはブラッククロスの情報を求めて歩き回っていた。おい、あの頭見ろよ、鳥の巣か。なんやねん。どこのチンピラやねん。サボテンだろ。サボテンくん遊んでかない。そいつの頭の方がそうだよ。おめえの頭の方が鳥頭してるよ、むしろ。おい、俺らが遊んでやるって言ってんだ、なんとか言えよ。そんな言い方したらビビって逃げちゃうよ、弱虫くんなんだから。ははははは。無視、さすがレッドくん、無視。昔の俺ならキリ言ってたな。俺も大人になったっていうことか。急に黄昏れる。ふっ。唐突になんか先輩風吹かし出したぞ、吹かせ始めたぞ、ふって。やばい、楽しい。あいつらのところに風吹かせた、吹かないかな。で、ふわーと頭がふわーみたいな。なんかモンスターも普通にいっぱいいろんなのいるね、ほんとね。モンスターの買い物してますよ。この迷える者たちを手を見放したもうな。まあ迷子にならんようにな。迷子になるわ。ブラッククロス？知らねえなぁ。そしてまだまだ自由行動はできないっぽい。レッド編の序盤ってだいぶメインストーリーガンガンいく感じね。変態部屋だファサー。
俺は見たんだ、あいつが鉄パイプをまるで剣のように扱っていたな。あいつって誰？あれは若津の剣豪の技だ。若津？やつは若津の生き残りに違いないぜ。若津っていうキャラクターがいるってことなのかな。お金がまだまだ足りない。若津は地名、あ、そうなのね。もうカタカナだけでは地名かキャラクター名かはさっぱりわからない。防具、今装備してるやつなんか見比べられないか、無理か。そんな便利な機能欲しかったな、これじゃなくて。ていうかジャンプスーツがもう全体鎧だから別にいいか。中の服をむしろ買おう。下着。お、回復屋さん。だけど今フル回復してます。おいくら？おいくら？ちょっと値段確認。モンスターが経営してる。10クレジット、やだ。有料だ、やだやだ。お、見て左上のちょっと怪しい看板見て。マイツヤ女ビー麗しいあやかし。逆から読むかなこれ。幼霊美女ツヤ舞うよ。絶対これ風俗的な感じがする。そんな感じがする。妖艶な美女がセクシーに舞うんだって。絶対風俗的ななんかしよう。タピオカですね。違うと思います違うと思います。やっと薬屋さん出てきた。長かった、めっちゃ長かった、薬屋さん出てくるまで。強力傷薬回復量が特に書いてないんだけどこれ回復量変動するんかな、もしかして HP の何パーセント回復的な感じなんかな、このゲームは。ロマサガだと回復量決まってたんだけど。やったの、ほんとね、傷薬変えるまでは長かったよ。ちょっと強力な方買っとこうかな。こんな星のお薬怪しい、確かに怪しい強力なやつを。でも今お金ないな、やっぱ傷薬ちっちゃいのでいかん。5個ぐらい持っとこう、とりあえず。固定なのね、その固定だけど書いてないってだけなのね。ほんとレッド編薬買えるようになるまで長すぎだね。あ、これは銀行かな、使ったことない。あら、やっぱ熟練者になると傷薬使わなくてへっちゃらさってことなんかな。金とクレジット交換するよ。どれ？100円。相場が変動する。ちょっと試しに買っとこうか。1個で1個買ったら価格跳ね上がったな、一気に2倍になったな術でどうにか。あー、そっかそっか、キャラクターによっては。確かにレッドは術使えないけど、術が使えるブルー編とかなら回復魔法を覚えればいらないか。ここはお話、出発まで時間ありますよ、ここにいろよ。はいはい、やっぱここでメインストーリー進めるよって感じだね。こういう街俺は好きだな、私もです。こういうショッピングモール的な感じいいよね、ゲーム的にありがたいよね。で、さっきの上の方って言ったらなんかあるんかな。いや、ちょっと待って、いや待って、この奥になんかあるわ。ここは何？謎の部屋、なんだこれ。後でイベントで来るって感じかな。あとこっちの左の方も行けないね。いきなり雨降り出して、ウェイ。
ダンジョン危ない危ない、ダンジョン始まった。さっきの上の方はあ、イベント進むっぽい。サボテンくん戻ってきたよまた絡まれる、暇人だなこいつら。おひゃライフエゲ、日本語で OK、 日本語喋ってまた髪の話してるそして日本語喋ってよ、こいつら役ってやがるないいのかこの表現この表現いいのか、役ってやがるぜ、うごうげてうえキャーキャーキャー、ロシアンママヒュー、投げられたヒューおでも女の子を守る、さすがヒーローだぜ。そういえばなんかあれ、なんか仲間がロボット前変身可能ってなんかファミ通かなんかで見たんだけど、あれ、あ、この人だけ見てるからか、見てるからか、でも見てるなら別に正体分かってなら変身できてもよくない、っていうか周り今周り街中だからじゃん、そも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 イエティ斬新な、イエティね、雪男なイメージだけど斬新ね。なんかロボットくん技ポイントめちゃくちゃあるね。レザービームしとこう。まあ、さっきのあいつさんに比べたらそんな痛いコンビじゃない。千とんでもないロボット強すぎる。千ダメージ千叩き出した。さっきのあのキグノス襲撃のイベントの時にこのロボット仲間にしなかったのはある意味縛りプレイをやっていたようなものになってる。あのロボットマジでどこにいたんだ。つえー、ほんとあのロボットいたらさっきのボス超楽だったじゃん。超つえー、やばい。なんで自ら縛りプレイしていたんだ。ああ、もったいね。もったいね。傷薬も何回か使ったしな、もったいね。さて、一体どうしたんだ。あ、新しい物を買ったんだよ。そしてな、誰から買ったんだ。あ、愛中よ。怪しい売人がいるね。どうしても話しかけらんないなこいつら。わしの擬態だからの。ここにも主張してきたの、まばたきさんの擬態ちょっと寄り道。お、ルーバさんいらっしゃいませ。え、ちょっと待って、リューファーさんじゃないの、他人のそっくりさんですかねこれ、そっくりさんですかねこれ。お客様、ルーファスさんと同じ見た目するんじゃねえよもう他人行儀というかこれそっくりさんってことなのでは。あれ、なんかやっぱ本人ルーファス本人、そしてなんか誰かいる、さっきいなかったよね。気安く近づかないでよ。ちょっとここでのレッドくんの風当たり強すぎない？ルーファスさん、俺です、レッドです、気づいてなんで他人のふりするんですひどいひどい。そしてこのグラフィック的に絶対これ仲間になる人でしょこれ。怒られる人。あそこで回収されなかったから追ってきた、ありがとうちょっとニーヤの方でね回収できなかったもんね本当ね。でさっきからうろうろしてるロボットは何だい。ここ治安も悪いです、でも隙を見せなければ平気。あ、この子もなんか仲間キャラっぽい派手な色してる。どうですか、私には興味ないやん、必要ないな。上の看板、居住戦線意味深かっこ意味深、口当たり強すぎてまた飛んでっちゃいそう本当にいろんな意味で飛んでいっちゃいそうだわこれ。イノシシが喋ってる、あたくちこの上品な街で洗練されて淑女になりましてよ、最高級の毛皮が似合うでちょ。はいでやろうか、その毛皮はいでやろうか。
全身鎧だからこの辺があんまり意味がない。スコープはスコープって書いてあるけど人間装備するやつかな。なんか命中率上がりますってあるんだけど一応買っとくかな。着用するのウィルを10高める。暗闇耐性、あ、これいろいろ中身ないと耐性とか見えないんだね。そういうことだね。一応レーザースコープだけ買っとこうか。この子もなんかちょっと仲間ないそうな感じのデザインな感じが。軍艦の払い下げ服安いよ。お、下着強化服買う。ただ単な店の姉ちゃんだったわ。置いてたぞ。あ、ダンジョン始まっちゃった。いるー。あ、でも敵なら動いてくるはずよね。銃が良くても腕が悪くちゃな。武器屋さん、てかとんでもない値段がついている。今まだ無理です。よく切れるぜ。剣類売ってるぜ。なんか強い武器売ってんだねここ。なるほど、ここ覚えときましょう。あ、で、あいつを追うんだよね。巡礼者風の男を追いかけよう。てかさっきの敵って男が突然凶暴化した。何、バイオハザード的な感じだったの。あれモンスター化しちゃったってことなのね。いきなりモンスターがヒュンと飛んできたんかと思ったら違うのね。そんな風に見えちゃったんだけど。焼くってやがるぜの男がバイオハザード風に変身したということね。そういうことね。ジウリスっていうわけですよ、要するに。だからちょっと見た目が生々しい感じだったわね。あ、いるじゃん普通に。でもいけたけど逃げた。これ別の男寄り道したらなんか逃げられちゃうんかな。純粋に動けた方がいいか。おうっすいきなり降ってくるなし。キラキラしてる。変身、今度こそ久しぶりの変身。あとパンチ、いやでもやっぱり2体いるしレーザー撃とう。超久しぶりの変身。てか今日の配信で初変身、もう忘れちゃったよもう。おお、こいつ結構強い。変身してよかった。76、え、さっきのモンスターに1000のダメージ叩き出したあれは何だったのか。超硬。退却。逃げろ、お金だ。マリオ RPG に似たやついたっけ。マリオ RPG 昔やったことあるんだけど覚えてないな。あ、こいつ超硬いんだけど。魔法じゃないとダメとかかな、もしかして。ちょっと一匹だけだからガンガン殴ってみようか、試しに。ロボット一発目遊ぶからな、そういうこと。最初から本気出してください。っていうかそんだけ余裕があったらちょっとロボット人間じゃない、むしろ。そしてさっきのなんとかタッチってなんだろう。なんかこっち行動できなかったんだけど。このなんとかタッチ、パラシスタッチ、何の意味があるんだろう。
行動キャンセルしてくるってこと？催眠してもしょうがないしな。レーザー打ってもチョボーンのダメージだし、パンチしかないかな。やっぱりデイブレードでゴリ押す。お、いったいった。ただこうするとちょっとステータス上がらないんだよな、戦闘終了後。レーザーも敵との相性あるみたいね。なんかドクロが意味深に待ってる。ちょっとこっち行く。こっち来た。逃げちゃう。逃げちゃう。こっち行き止まり、行き止まり、こっち。なんか複雑につながってる感じかな、これは。ここしかないかな。ゆっくり。敵が早いです。まあ、こいつは普通のやつだし、普通に戦おう。変身せずに、変身ばっかしてるとステータス上がらない。今度こそレーザーでと思ったら剣で終わったわ。ロケラン持ってる。そのロケランくださいな。デタラメだから当たらない。1000。やっぱりレーザー強い。相手によるけど。お、データ収集、メカドビー、おお、まあ、もらいましょう。プログラムロケット弾回避を手に入れた。おお、当たったらすごい強そう。そうなの、だからデタラメなんだよ。デタラメでよかったわ。精密じゃなくてよかったわ。今もらったプログラムはパーツではなくてプログラムとして入ってる。でこれか、つけとこう。そしてレーザー打てない時の行動がちょっとあれなので、武器ない。まあでも一応切れるっぽいから、なんか防具とかもつけとこうか。とりあえずあれ、防具がもう、防具こっちだった。混乱中。フリーズバリアまとえる。あ、さっきのクリスタルの敵か、あれか。服2枚着ちゃう。だってメカだからおしゃれとか関係ないしみたいな。鎧2枚着ちゃう。どういう行動してんだ。むしろこのフリーズバリア元の主人公のがいいかも。レッドのがいいかも。あ、でも消滅するって書いてある。消滅するのは困る。皮膚を買ってあげたい。そしてベタベタつけてあげたい。なんかグロテスクになりそう。あら、見た目かわいい敵さんね。ライダーゴースト、あらかわいい。ライダーゴーストというとなんかバイク乗ってるイメージがあるんだけど、もうこいつ弱そうだし、普通にパンチ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 。なんかいろいろ吸われた。何これ、ゴーストタッチってなんすか。そしてパンチ効かない。パンチ効かない。レーザー打つしかないか。あ、
フラッシュの間違えた。レーザーディス。ショーンパイ結構食らうね。ずんぐりむっくりきかむメカだから。そしてレーザーを解けば OK って感じが。敵によるけど、ゴーストライダー的なそんな感じの。もうレーザー強すぎて。これは追加メモリボード、これもメカ的なやつかな。メモリ数増加させる、前段発射っていうの装備しないとダメっぽいけど、とりあえずつけときましょう。でこれになると、あー増えた増えたけど、特にまだ他にない。他にない。技目は完全にマクロス。マクロスってあれ、アニメ始まったの何年の頃なんでしょう。このゲーム1997年なんだけど、マクロスの方が古いかな。あれ、なんかこっち戻って、あれ戻ってる戻ってる。こっちだよ。相手がメカだとメカのプログラムなんか奪えるってことで良さそうね。なんかフラッシュ、逆にフラッシュされた。寝た。1268、レーザー強し、主人公役に立たない。あいつ一人でいいんじゃないかって感じになってる。1300、つえつえ。スカイアームもらっとくよ。エネルギー充填完了。前段発射できるってこと、もしかして。あ、技力回復したってことかな、この前段。前段じゃない。エネルギー充填完了って。相手のプログラムをゲットすると技力が回復するらしい。あのエネルギー充填完了って出た時だけなんかな。これからロボットの時代ですな。間違いないね。でプログラムゲットしたはずなんだけど。入ってないぞ、ないぞ。スカイアームってあれ、装備品やっぱり。こっち、スカイアームってどこ行ったな。こっちでもないしな、どこ行っちゃったな。わからんや。まあいっか。あっちでも仲間にしてればさ、ごめんよ。見つからなくて。 No、 なんか出てきた、なんか出てきた。逃げろ。銀氷石、あれこっち進む方向じゃない。行き止まりだった。またまたビームしとこ、とにかくビーム。1496、どんどんダメージ上がってるのは気のせいかな、偶然かな。マジであいつ一人でいいんじゃないかなって感じがする。さっきのカモノハシのカモフックの戦いもさ、あの戦い終わった後今の敵出てきたじゃん。レーザー撃っとけば4ターンで終わるじゃんこれ。マジでしわりプレイしてたよ。お守り手に入れた。そのロボット危ない、確かに危ない。取り扱い注意。暴走したら止められないよ、無理だよ。しかも技ポイント結構豊富だから撃っちゃうよねっていう。ただロボ系の敵がいないとちょっと渋ってしまうけど、撃っとこう。
レイさん魅力的ですわ。このロボット兄ちゃんとかどんだけ強いんだろう。ロボット兄ちゃん他にもこういうロボット族とかメカ族とかいるわけだし、そういえば主人公でもメカ族のやついたよね。パンチすると1111ひどい。やっぱ軟体系はパンチ効かないよっていうのはロマさんからの系統は受け継がれてんのね。これチート級のロボの味方、マジでさっきの瞬間の時に仲間にしたかった。で、あと行ってない場所こっちかな。ぶっ壊せるのかな味方のロボットを。それは困りますよ。超な超火力、あ、いた。一直線に追いかけてしまっていいんだろうか。渡れるかな。やってみよう。とりあえず渡れない。ん、帽子落ちてる。ちょっと調べさせろ。さっき追いかけてるやつの帽子が落ちていたのはなんかあるんじゃないの。あ、ガードしてやがるよこいつ、ずるいよ。切り返し、ひらめき。特に意味がない。こっちの方逃げましたっていうだけのあれかな。できればメカ系の方に出てきてほしい。メカ系の敵に出てきてほしいな。とりあえずビーム。あとは殴ったか。超耐える味方をゲットしたわ。こんなに強いのがね、ほんとね、急な襲撃の時にいなかったっつうのがね、何度も何度も悔やまれますよ。公園石でもどうかな。多分なんとかバリア系なんだろうね。またで使うとなくなるよみたいな。ラバット、これ聖剣伝説にいるラビー的な見た目してるね。ウサギかわいい。でもやる。お、今さらながらレーザーって全体攻撃、全体というかなんか中心から拡散みたいな感じのダメージ判定が出たような気がする。今気のせいかな、気のせいかな。今主人公の攻撃当たっただけ。あー逃げらんない、逃げらんない。まあ一匹だけなら普通に殴っときましょう。パンチ効かないからちょっと、でもパンチしとこう。武器がない。なんか開けた場所に出た。ボス戦かな、そろそろ。一応セーブしとこかな。あ、またピューと。
ユナソン仲間はこっちのもんだぜ。船の中戻ってきちゃった。くそー、逃げられたか。いや、目の前にいる人ちゃうのいっぱいいるちょっと不自然に言いすぎ。傘先置いていったけど、ああいうカギムシがいっぱいいるってことみたい。ちょっとなんか話終わっちゃったけど、これでいいのかなホークさんなんかイケメンな感じで今シナリオ、逃げられたかやられたか。次の行き先は京都、京都、どっちの味方なんだろう。そして相変わらず自由にできないさっきのとこでもっといっぱい買っとくべきだったかもしれないよ。はあはあはあだわ。あ、そうだ、リアル時間的にそろそろ配信終わらないといけないので、今日はこの辺で終わっておきます。レッドはなかなか自由になる時間がめちゃくちゃ長いね。メインストーリーどん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 いっちゃうね。まあ積みポイントとかあったりするけど、なんとか進めておりますので、楽しんでまいりましょう。昔ならではのこのセリフの言い回しとか唐突な感じとかもなかなかね、最近ではないから面白いよね。逆に新鮮でもあるよね。というわけで楽しんでいくのでよろしくお願いします。それではご視聴してくださった方々、コメントくださった方々、どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。ツイッターの方で配信の予定とか書いておくので、よかったらご覧くださいませ。それではまた。